はい、どうもゆうたです。今回は鍛造ホイール買いました。10J をね、今回プラス35を買ったんで、ホイールはレイズの ZE40 ブロンズです。はいはい。で、こちらが組み上がった ZE40 に265-358 の ATR 系スポーツになります。はい。でね、印象としてはちょっとね、リムガードが結構厚いですね。はい、こういう感じでこのリムより出てるんですよね、結構。はい、っていう感じ であとはね、やっぱ 10J なんで結構ね、こう引っ張ってるんですよね。引っ張り気味ですね。しっかりリムガードが分厚くてっていう印象です。うん、いやー、かっこいいね。うん、最高っすね。はい。じゃあ、まあアドバンの RZF2 がこちらと、レイズ ZE40 10J35 9.544、せっかく外したんでちょっと比較したいと思います。こんな感じ。やっぱちょっと 10J で太くなってるんで、タイヤが外に引っ張られてますよね、リムの方が。はい、こんな感じですね。うん、一応265幅なんで、タイヤの幅自体はね、ここと一緒なんですけど、ここがちょっと 10J で厚い分こう広がってますよね。RZF2 はスポークがちょっとチラッと出ますね。こっちは出ないね。 ZE40 の方は出ない。で、今ちょっと立ててみましたけど、まあこんな感じ。やっぱちょっとリムのところは広がってる感じですね。っていう感じです。で、今の現状的にですね、9.5 の44が入って、265で入ってるんですけど、こんな感じで、まあ、ギリギリなんですよ。爪があるんで。爪がなければね、余裕なんですけど、なんで一回ちょっと、まあ、試しに履いてみて、まあ、きつそうであれば、多分きついんですけど、爪折りをしていきたいと思います。で、フロントに関しては爪がないんですよ。爪がないんで、まあ、指1本分ぐらいは普通にクリアランス余裕があるんで、で、後にちょっとバリスの8ミリワイドも入れる予定ではあるんで、まあ、とりあえず入んなければキャンバーアッパーで寝かして、とりあえずはぶち込められるんで、まあそこはフロントは問題ないかなと思うんですけど、リアだけですね、ちょっと問題があるのは。ちょっと履いてみましょう。どうでしょうか。どうだろうね、これヒットしちゃうかな。うわ、面はでもめちゃくちゃいいね、これやばいね。大興奮で、これやばいよ。最高の面だね。あらら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 。あららら。あららららら。かっこいいね。かっこよすぎてすいませんって感じだね、これ。あれれれりゃ。すごいね。はい。そんじゃあね、今爪折り機をね、ちょっとセットしました。ちょっと雨が降ってるんですけど、まあ屋根があるところで今やってます。ちょっと休みが少ないんで、
強行突破でちょっとやっていきます。でこれ以前前の前の車で使ってたやつが家にそのままあったので爪折り機をちょっと4、5年ぶり、4年ぶりぐらいに掘り出してきて使います。でこここういう風に出てるんでこれをねちょっとヒートガンで温めてやっていきたいと思います。これちょっとハゲてるな。はい、これ塗装が割れないようにと曲がりやすくするために結構ね厚くしちゃっていいです。ここのね、このもっこり部分はねすごいね、プニュプニュなんだよね。プニュプニュ、こういう感じでふにゃふにゃしてる。こういうすごい面白い、なんかこういう感じでここに爪があります。見えるかな。ちょっと先にこのねプニュプニュをね取っちゃいます。爪が折れてんだか折れてないんだか分かんないんですよね、これあると。でこれがムニュムニュの残骸たちです。爪柔らかい、すぐ曲がってく。
応こういう感じで折れましたね。内側にちゃんと入ってます。だとここだけちょっと擦れそうなんで、ここだけカットしていこうかなという感じです。サクッと切っていきました。デデーン、着きました。はい。でね、ちょびっとだけね膨らんじゃったんだよね。ここわかるかな、ちょびっと、ほんのちょびっとだけね膨らみました。でちょっとねこれから反対もやって走っていって当たんないかをちょっと試すんですけど、一応ねここまで、ここら辺ぐらいまで折ってるんですよ。ちょっと見えるよねここが。でここまでねこんなこう沈み込んでここに行かないと思うんですよ。ここまでやる必要ないと思うんで。はい、じゃあね、ちょっと爪折りが終わったんで、ちょっとね試しに大丈夫か走ってみたいと思います。で反対側も一応こんな、今一応終わったんですけど、反対側、運転席側の方がねなんかねちょっとうまくいった感じはある。結構綺麗に折れてる。ちょっとじゃあ走っていきます。これ今ちょっとハンドル全開なんですけど、これでフルバンプしたらちょっと怖いね。まあでももし純正のフェンダーこれいっちゃっても、あのバリスの 8mm ワイドを注文する予定なんで、まあこいつがどうなっても僕は気にしないです。はい、じゃあちょっとバイパスに乗ってみます。ある程度スピード出た方が沈むかなと思ったんですけど、あとはちょっと道悪いところにも行ってみたいですね。多分当たんないと思うんですけど、リアは絶対当たんないけど、フロントの方が逆に今度は気になりますね。そしたらもうキャンバーつければいいんで問題ないんですけど、うわーめっちゃ流れ悪い、超流れ悪いじゃん。あいやあいやあいや、大丈夫そうだな。
ちょっと見てみたいんで、はい。はい、今走り終わりましたけど、タイヤについてる跡っていうのは全くなくて、あとはまあこっちの方も特に当たってる感じないんで、大丈夫そうだねっていう感じで、 10J ぶち込みの爪折りが無事に終わりました。はい、以上です。